大変ですよ最近は。どうしました？地になってチャリンコ乗りすぎで地になったそうですね。でも見てないそうなんですよ自分の字を。普通字になったら見えるでしょ。いやみんな聞いてもわかんねえよ。はっさく本音で話していこうや。俺だったら自分家にドナルドダックの手鏡があるから俺だったらね地に加えた後ね腰が痛くなっちゃうんです。腰がもう体ボロボロ。ダメだよもう腰痛いんだもん。 あと何キロぐらいだっけ。いやそれはもう言えないよ。楽しみにみんな来てんだからお前。お前もそろそろテレビ覚えろよ。ナンバー2。What？ ちょっと待ってください。今聞き慣れないことで槙原敬之のナンバーワンなら知ってるんですけど、どういうジャンルでのナンバー2なんですかね。だって俺テレビに出る時はちゃんと髪型セットするし、お前みたいにこんな静電気でバッサバサじゃないんだよ。なんだこれ。どうもね最近なんかね気に食わねえんだよ。僕は大人だから今からここで売り消したねって。そんなこといつ誰が決めたんだよなんてテレビの前で言いたくもないし、大体視聴者は分かってるから。面白いこと言う。本当に分かってんだもん。もうパッと見てどっちがナンバーワンかナンバーツーかってのは分かってるんだって。たとえ静電気でポーンと立ってよ。本当に言ってほしいんだこれ。違うこれいつも立つのよ髪の毛、あまりにも元気いいから上も下もあっちが引っ張っていってるなってのは分かります。だからもうくどくどは言いません。うん。で一個言っていいよ。うん、一個だけ、うん、視聴者に対して言ってんの。一個だけ言っていい。一個だけ。俺がナンバーワンです。俺です。俺です。絶対。この番組は JP 花王と。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日の判定してくれるゲストの方。今日のゲストはね、かわいいっすよ。バヤリーズの、歌を歌ってる探し合ってたねそういうやつだった。そういう久松文也さんでございます。どうぞ。そうですよ。バヤリーズのね、はい、あれどんな歌でしたっけ。あれバイアリスですね、ええ、あ、わかってないんですか。ダララララララ音楽をやりだしたのはどういうきっかけなんですか。なんか この人に憧れてとかあるんですか。ええ、ジョン・ジェットに憧れますね。なんですか。あの子ね。知ってんのあの子ね、これ女ですか。女おお。出身どこよ。出身はね、長崎か。この前日本放送でね、初めて会ったんですけどね。あ、僕ら普通に挨拶してんのになんで笑うんですかね。僕らよろしくお願いしますたらあれはいや、ちょっとね、やってあ、うちゃないじゃん、どうもよろしくお願いしますいや、面白い、お前まず、手ここやめろ。手前に出るなよろしくお願いします。そこでいいんだよ。飽きないの息子だから。はい、酒屋の息子だから。どうもじゃないですよ。今らちょっとつけて腰まで下がって。ちょっとつけた？今日はです。